金平梅。世話になったな、正門殿。改めて礼を言う。弟は無事に初夜の儀も済んだ。みんな君のおかげだ。お役に立てて何よりです。これを機に、これからも懇意にな。ありがとうございます。獅子に続いて下流刑まで、なんと運がいい。どちらも金蓮の手柄だな。というわけで、旦那様にはいっぱいねぎらっていただいたわ。ほら私、正門家の役に立ってるでしょ。ふぅ、何よその渋い顔は。正門家の役に立つのもいいけどね、せっかく平次とやらがいないんだからさ、早くあんたに正門家の跡取りを作ってほしいんだけどね。子供なんかに頼らなくたって、旦那様は私をないがしろになんかしないわ。喉元すぎて暑さ忘れるとはこのことだ。いつぞや大奥様が身ごもった時、あんた散々気弱になっていたじゃないか。そん時のこと忘れたのかい。何よ、こればっかりはどうにもならないじゃないの。勝手なことばかり言わないでよ。何を騒いでいる。旦那様。これはこれは旦那様、今回は世話になったな。いえいえ、こちらこそ結構な手間賃を。そうだ、せっかくだから2階でご休憩を。いいだろう金蓮。そうですわ、ぜひ。じゃあ寄らせてもらうよ。どうぞごゆっくり。頑張っておくれよ金蓮。あんたが子さえ産んでくれれば、正門家での地位は安泰になる。そうなれば一生金には困らない。頼むよ金蓮。あんたは私の大事な金づるなんだからさ。さて、ここは平次のいる源成寺の麓の村。紹興酒を送れ。あと、ウイキョウ豆。あいよ。兄さん、旅の人、一人かい？ああ。女は好きかい？もちろん。女を嫌いな奴は信用できないね。いい女抱きたくないかい？いいね。どんな？天寺の女が身を持て余していてね。慰めてくれる口の固い男を探してるんだ。それは面白い。ぜひお願いしたいね。今夜の相手、すごい。まるで私の体を知り尽くしているみたい。今夜の人は、まるで私をもてあそんでいるみたい。いや、今夜の相手とは相性がいいようね。うまくはらませてほしいわ。そして男の子が生まれたら、私はその子の乳母となり、正門家を牛耳るの。ひよもや、こんな形であなたを抱けるとは思いませんでしたよ、平次様。いや、行かないで。もう一度お情けをお願い
待った、修行ですのでどうかお願いします。この男、いつも孫文が連れてくる男と違う。もうやめさせて。はい。もう終わりですか。残念だな。このことは他言無用でお願いします。わかってますよ。口は固いのでご安心を。楽しませていただきましたよ、平次様。こんなところでお会いできるとは。それにしても面白いことになっていたものだ。さてどうしよう。誰に話すべきか。大旦那様がいいか。それとも旦那様か。それとも黙っているべきか。すべて俺次第。ますます楽しくなってきたぞ。あちらもこちらも騙し合い、それぞれの思惑も絡み合い、さて最後に笑うのは。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様どうぞよろしくお願いします。